でもやっぱ10代の声とか聞きたいよね。あ、そうですね、うん、スペースで若い子が10代の子が2人喋ってて、でそこに入ったのよ、行くために。で俺の名前が出て、あ、FTM ラジオ涼さん入ってきたとか言ってで、まあ直接会話はしなかったんだけど、まあ、でも何個か見てくれてて、その子が言ってくれたのが、その気持ちがこう沈んだ時に見たくなるっていう風に言ってくれて、うん、まあ、こんな言い方をすればいいんだとか、なんか毒親がいたらこんなね言い方すればいいんだとかいう話を聞いて、すごくためになってよかったみたいな感じで言ってくれて、素敵、うん、だからおーと思って、ちょっとすげえ感動してさもうちょっと貢献しないとだね、俺もね、うん、FTM の子たちにね。難しいね、人の役に立つって。いや難しいですね。まあしかもなんかこういうなんか LGBT とか、GI の話とか、とか何を言っても燃えるんで。何を言っても多分誰かをこう不愉快な気持ちにするというか難しいですよね。なんかみんなに受ける話し方って難しいって。確かにね。今思ったのは、ごめんね、YouTube の話の俺の、あの今後の方向性の話なんだけど、もう若い子も諦めて、もうこの自分のこの、今38だから、30ぐらいからそれ以降のね人たちが、そうだったよねっていう、なんかなんで昔話そう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 いうコミュニティああ、そうだったそうだった昔さみたいなね、あの黒いさひげの生えるクリームあったよねみたいなさ、なんか古い古い最近聞かないですね。そうそうそう、そういう話する場所とかさ昔話する場所みたいな、そういうそういうコーナーも作ろうかな。まあ今ほとんどそういうコーナーだな、自分今思えばまあでもそういう話をして、20代前半の若い子を胸オペに連れていければいいかな、逆に。なあ。うん。そしたら、ノースさんすげえ頑張ってるわって言ってくれるかもしんな、ね、い。うん。もう語り部として生きてきます。語り部いただきました、語り部。なるほどね。昔はねって言って。そう、昔はこういうことでね、未来は君たちにあるんだよ未来に君たちにあるんだよつって、まあその子たちが見ねえな、しょうがねえな、うん、まあ面白がって見るかもしんねえしな。そうですね、うん、昔の話って気になりますからね。あのおじさん昔話してくれる人だって思ってくれればまたいいかな。まさきくんは YouTube はどんな感じでやってんの、こう何かしたい的な。一番難しいどういう感じでやるのかがいいのかがちょっと模索中というか、うん、なんかでもどういう感じって聞かれたら、うん、なんか俺が言いたいことを言うから聞きたいやつは聞けるS でもなんかさ、こう事実を、自分の思ってることの事実を言いたい的な感じじゃん。そうだよね。何が語りたいんでしょうね。なんかこう多分経歴っていうか、うん、的には結構面白い方の人間だと思うんですよね。まあそのニートの期間も長いし、あとはまあ海外にその昔住んでたこともあるし、まあそのFTM としての歴史というか、その治療歴みたいなものもあるし、まあ、大学も何回も中退してるしみたいな、なんかでも、それでも、なんか今、その、まあ、IT 系の会社を経営してるんですけど、まあ、経営者になってるしみたいな、なんかこう、
多分経歴としてネタは結構あるんですけど、ネタがありすぎるから何を話したらいいのか分からないです。そうか。そういう話も聞けるのも面白いよね。なんか自分としては、それこそ、りょうさんは結構FTM とか、GID って言ってますけど、GID になんかこう特化したというか、それ関係の動画が多いですけど、なんか自分は、それもちょっと交えながらも、でも、それでもこう、どう生きていったら、なんか這い上がれるのかというか、人生を変えられるのかっていうところを発信したいっていうのが一番ありますかね。やっぱりみんな、例えば10代とかだったら、なんか、今の状態がずっと続くんじゃないかとか、ネガティブになったりするじゃないですか。この違和感がずっと続いたりとか、その違和感によって生じる不運なことというか、がずっと続いたりとか、あとなんかこと、例えばその20代でニートをやってたら、ニートからこう社会に復帰ができないんじゃないだろうかとか、人と何か違うことがあったら、その違いによって生きにくさが続くんじゃないかとかってみんな思うと思うんですけど、でもそれをぶっ壊すようなチャンネルにしたいと思いながらやってます。いいね。まあ俺もね、いつ YouTube からいなくなるかもわかんないしな。いやいや、語り部としてまだね、いや語なんかりさ、部。語り部としてね やっていかないといけないからね あれだけどさ、なんかさ、埋没にこだわってる方だからさ、マジかよって感じなんだけど。ここまでやっといて。そうそう それでもまだこだわってんのよ。この感覚なんだろうなと思って。絶対仕事でなんて絶対にバレたくないのに。わかります。だからその分なんかこう YouTube で、ストレス発散してんのかな俺みたいな。そんな感覚もある。隠してるっていうかさ。まあ今だいぶなくなったけど、罪悪感っていうか結構俺強くて。多分そこのストレスがちょうどね、やっぱ YouTube で発散できてんじゃないかなって思うんだよね。だから TikTok は怖いのよ。なんか、誰か知らないところに流れるらしいから。急に出てきますからね。全然興味のない人のところに行くらしいからさ。そうだ。あとね、ショートの、もうほんとこれ YouTube の話をする回だね。いや、最近、YouTube のショートもやりたいなと思ってて、なんか、いいのないかなと思ってんだけどさ、その相談。いや、本当に、みんなよくやってんなと思うんだけど、YouTube ショート。でもショートもでも TikTok と変わんないっていうか、あれじゃないですか、急に出てくるから危なくないですか？でもなんかその興味ないやつはそんなに出てこなくない？TikTok ほど出てこないですね、確かに。だからその、まさきくんのね、動画を見てる人のところに俺が飛んでいけるようなさ、ショートができたらなと思うんだけどさ、なんかショート思いつかないんだよね。いつも俺ほら一人で喋ってるだけだからさ、歌も歌えないし、踊るわけでもないし、楽器ができるわけでもないし、動物飼ってるわけでもないし、何ができるんだろうと思って。でも、なんか歌う、普段の動画で歌うわけでも踊るわけでもない人が、なんかそのショートだけで踊るから面白いとかってありそうですけどね。なるほどね。ショートでしか見れない。語り部ショートで踊ってるよっつって。語り部はね、すごい歌が下手なの。逆にそこ行くかな、じゃあ。ちょっと俺歌おうかな。マジで歌が下手で。でもすごい歌うの好きなのよ。いいそう。で平均ね、点数ね、多分75点ぐらいしか取れない まあほんと多分音程がおかしいんだろうね。あ、でも結構ちょっと歌、でも歌、恥ずかしくね？そんな恥ずかしいなんて言ってる場合じゃないか。まあ、それか、なんか本編
で、やっぱカットする、そのゲスト呼んでカットする部分とかあるわけじゃないですか。うん。カットの部分だけ流すとか。カットしたけど、ここ面白いから聞いてほしい。カットのね。本編と同じ動画使ってると素材の再利用とみなされてダメみたいなんで、うん、それはかん、あの別の方がいいかもしれないですね。そのカットで、まあ、流してこなかったやつ流すだけでも結構本数いきそうですけどね、りょうさん本数多いから。うん、確かに。ね、対談とかだったらね、結構、うん。そうか、それもいいかもね。うん。多さ分す歌うがよりだもね。低いかも、ハードルが低すぎて。そうだね。でもたまにちょっと音痴動画ショートで流してみようかな。ういいですね。ん。だんだんこう上手くなっていく様をこう流してた。この前より歌えてるぞと まあ今日はこんな YouTube のこれからの将来の相談ができて嬉しかったよ。いやいや、でも、それでも、俺のチャンネルの方が、登録者数少ないですからね。いやいやいや、こんなね、わかんないんだから、登録者数だって。本当に、もう全然俺、気にしてなくて。逆にその、本当にその登録者数関係なく、対談してほしいって言ってもらった方が俺嬉しいし、とにかくその、ね、コラボとか対談はさ、今はもう登録者増やすとかじゃなくて、もう俺の中でのコミュニケーションだからさ、今日は、こんなね、俺の、将来のね、YouTube の話にまで付き合ってもらえて嬉しかったです。いえいえ、とんでもないです。またいろいろとね、話をさせていただきたいと思います。今日の LGBT 対談は、まさきくんと対談でした。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた。バイバイ。バイバーイ。Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. They do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.
taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do.